全身チャンネル第199回。今回の全身はこちら、戒厳阻止 G20 粉砕を、イラン侵略戦争を許すな、11月労働者集会大結集へ、神奈川渋谷の新たな弾圧粉砕を、京都府警は6月19日、全日券労組関西地区生コン支部の組合員7人を強要未遂などの疑いで続投逮捕しました。戦う労働運動潰しの政治弾圧です。断じて許すことができません。詳しくは CNN 全身ニュースネットワークをご覧ください。3面です。天皇制に服従誓った日本共産党、機関紙赤旗で異例の大特集、今こそ戦う労働者の党。日本共産党機関紙新聞赤旗6月4日号は、天皇の制度と日本共産党の立場と題する石井和夫委員長のインタビューを掲載しました。5ページにわたる大特集です。安倍政権が天皇代替わりをフル活用し、マスコミを総動員して祝賀を強要し、 5.1 命令を圧殺して改憲戦争への突破口を開こうと策動する中、共産党は国会での賀詞決議に初めて賛成するなど、天皇翼賛キャンペーンに加担しています。今回の赤旗の大特集は、このような反労働者的振る舞いを担い、今後も推進すると打ち出した歴史的な憲法宣言です。資本家と労働者の階級対立を否定し、日本帝国主義のアジア侵略戦争の反省を投げ捨てる共産党に、改憲戦争を止める力はありません。私たち中核派と共に戦う労働者の政党を作りましょう。お知らせです。6月26日土曜日15時より、全身チャンネル第3回オフ会を開催します。参加希望の方はダイレクトメッセージ、赤きメールアドレスまで連絡をお願いします。全身チャンネルスタッフとともに参りましょう。さらに学習会のお知らせです。6月26日水曜日と7月10日水曜日、都内にて連続学習会を開催します。第2回のテーマは9条改憲と戦争を考える。第3回は 8.6 広島反戦反核闘争です。興味のある方は Twitter のダイレクトメッセージか全学連メールにご連絡ください。そして次回は記念すべき第200回です。特別企画もあります。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。全身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルの ZNN もぜひご覧ください。 Twitter と Instagram もチェックしてください。